はいどうも、ショーです。今日はですね、ビーズの、解放が、我が家に届きました。ちょっと今日はその解放の中のネタバレありの内容となっておりますので、ネタバレが嫌な方は、バック、ブラウザバックしてください。といったところで、まず、こちら、今から見せます。ビーウィズ、ボリューム131が、今日届きましたね。じゃじゃん、こちらでございます。こういう感じで。届いてるんですけれども、いや多分ねユナイトの後の話であったりとかいろいろ聞けるのかなと思ったら、フレンズ3の方まで結構、入っておりまして、かつですね今日は、今日のこの動画の内容はフレンズの曲の名前が明らかになりましたよということをお伝えしようかと思います。いやね、見てたらね、あのフレンズ3の、曲名がね結構出てるというか、多分全部出たのかな、といったところで結構深掘りをしてたんですよ。こういう曲ですよみたいな形であったので、今日はそれをちょっとシェア、ネタバレありでいい方はシェア、していけたらなと思います。まず、フレンズ3の曲順はね、ちょっとこちらに出しますか。じゃあここにこちらです、ドンと。はい、で曲順はバラバラなんですけれども、こちらですね、あります。で、まず、ミュージックナンバーですかね、ミュージック1の方がシーズンエンドという曲ですね。シーズンエンド。で、このシーズンエンドというのは、ちょっと見てみますか。パーカッションとブラスサウンドが厚みを出して、サックスソロからギターソロへの流れがダイナミック。で、他の楽曲の感想よりも長めに演奏されているところは聞き応えがあったと。ああ、これは結構、やっぱり、まあ、フレンズというだけであって、ブラス系が結構得意、まあ、お得意なジャンルだよね、たまにね、ブラスを使うっていうんだったら、ビーズだったら。んで、パーカッションもあるといったところでは、結構アッパーな感じなのかな。なるほど、なるほど。で、ブラスセクションも、あるというところで。で、2曲目、ミュージック2がですね、ミュージック2っていうのかな、M2 が、こんな時だけあなたが恋しい。っていうタイトル。なんかね、すごく切ない感じの大人な感じなのかな。こんな時だけ。歌詞はちなみに全部ね、ストーリー性を持ってるわけじゃない。一個ずつ完結してるらしいんですよ。この解放を見てると稲葉さん曰く、まあピアノソロが入っていて、ピアノを聴くとこうフレンズらしさを感じますというね、ことが書いてあるんですけれども、ピアノ系ってことはちょっと静かな感じなのかな。ね、すごい楽しみですよね、結構ね。歌詞の中に主人公には男性が、思い浮かんでいたんですが、この曲では男女どちらということは浮かびませんでした。あえてどちらかにならないような書き方をされましたかって言ったら、稲葉さんは、女性の方だとは思うと。じゃあ女性目線がどちらかというとあるような内容になってる。別にそうじゃなきゃいけないってことはね、ジェンダーフリー。ジェンダーフリーってなんだ、性別フリーってことかな。で、ミュージック3、M3 がバタフライ。歌詞は女性目線に感じましたってインタビュアーさんですね。そうね、結構古い世界というか、あ、歌声も、滑らかで女性を意識されているようでした。曲調がそういう曲調なので、自分は割とそういうのは得意じゃないから、結構練習してレコーディングしました。バタフライ、女性っぽい歌い方をするんだ。でまさにもともとキーは高いけどね。であとはアコースティックギターの音色が美しく、ストリングスと鈴の音も合わさり、冬の切なくも温かい雰囲気を感じる楽曲でした。だってカリフォルニアっぽいっていうのを松本さん言ってますね。でさっきのミュージック1のシーズンエンドも2番で冬って言葉入れてくるから、よりこっちの方の冬ってイメージが出てくるのかなって。ああ、なるほど。冬、そこのシーズンエンドで冬という言葉がないと、逆にこのバタフライでも、バタフライというか、まあ、フレンズっぽさが ならないのかなっていうようなニュアンスの曲なんだね。ね、面白いな。稲葉さんは別にこう、松本さんさっきね、カリフォルニアっぽいって言ってたけど、稲葉さんはカリフォルニアとは思わなかったっていう、こう、印象を感じてるらしく。で、ミュージック4が乱れ散る。ああ、これはパーカッションとブラスが前面に出ている。スイングジャズのような雰囲気もあり、トランペットとトロンボーンのメロディーに迫力があった。もうこれもアッパーチューンなのがね、スイングジャズ。いいね。ちょっとこう、縦乗りから、んちゃ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 って感じなのかな。ブラスセクションにを何の楽器連想するかどのように決めているのですか。これ YT に任せてる。セッションからギターソロが入っていくところも迫力があり、稲葉さんの掛け声も入っており、生のライブ感を感じました。これいいですね。乱れ散る。歌詞にあんたのっていうところが印象に残った。面白いな。乱れ散るちょっと聞きたいね。まあ、全部聞きたいんだけど。
で、この曲は亀田さんと川村さんだっけ、2人して乱れ打ちってずっと言っていた、次乱れ打ちやりましょうかとか言ってた、乱れ散るですって稲葉さんが言って、でその後は、まあ、フレンズ3も入ってると、もちろんでフレンズ3は多分冒頭じゃなさそうなんだよね、この時のインタビューを見てると。で、インストゥルメンタルは乱れ散るをインストゥルメンタル化した春の日っていうのが作られているよといった形ですかね。でこれはキーを変えててフレンズっぽいかなって、うん、風に入れている春の日で、乱れ散るにも春の日っていう歌詞が出てくるのか、だから、春の日っていう風な、英語を使って表記しているといった形ですね。へー、これすごいな。で、ミュージック5 Grow and Glow は、松本さんのガットギターが優しい音色で雪の降るクリスマスを想像し、クリスマスにもってこいのラブバラードだと思いました。でクライマックスに向けてドラムのビートが細かくなっていくところが、ギターソロにつながる。へー、これねフレンズシリーズを通して、一つのこう幕が降りたような印象をインタビュアーさん持ってますね。いいですよこれ、皆さんこれやっぱり楽しいよね、こういう風な想像しながらフレンズってこういうのなのかなっていう風なことをこう書いてると。で結構春がイメージなのかな。でやっぱり、ライブフレンズになるとフレンズの曲尽くしになってるし、フレンズの曲だけ集めたとしても15曲ぐらいにしかならない。だから普段やらないようなビーズの楽曲も演奏する予定となっているそうです、かもしれないっていうことですね。すげえなこれ。といったところでね、ここに書いてある通りですね、シーズンエンド、こんな時だけ、あなたが恋しい、バタフライと乱れ打ち、グロー&グローで、インストゥルメンタルが今のところ判明してるのが春の日と、フレンズ3で、ちなみに私あのライブフレンズやっぱ申し込みました。両日とも SS 席を狙って、稲葉サラスで、SS 席当たった時の屈辱を晴らせればなと思いますが、どう考えても倍率がね、低すぎるので、当たるだけでもいいなと思うんですけれども、そういったところで皆さんはね、あの応募されたでしょうか。で今回のこの BBiz にはこのフレンズ3の曲名が書いているよといった今日は動画でした。ビーズファンクラブ入っている方はですね、ぜひもう皆さん届いている。多分うちここの、あの地域って多分あの届くのが最後ら辺になると思うので、多分皆さんもうとっくのとおり手元に届いていると思うんですけれども、ぜひのんびりとお酒でも飲みながらこの新しい解放を見て、いただければ、まあ、見てはどうでしょうか。まとめ方がちょっとグダグダだったけど、僕は今日はね、宿直明けなのでこれ見ながら、お酒飲みますので、はい、というところで、今日はフレンズ3の、内容の紹介でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。